さあ2003年度小説の、防線部 C いってみましょう。今回ね、実は意識の方向という考え方で、ちょっと難しいかもしれませんが、実はよく出てる問題なんです。今回ね、食糧難で少年と兄貴が、病気の妹代の薬を作るために、お米を持って酒場の主人のところに、売りに来たって言うんです。しかし取引をしてもらえなくて、出されたものを食べれなかった。でその酒場から出た場面です。で少年というのは弟だ。なんで兄貴と一緒にいると。でどうしよう。打って変わったように弱々しい兄の口調だから、でこのどうしようと言ったのは当然これは、兄貴ですよね。兄と兄がどうしようと言って弟は驚いた。でどうしようって仕方がないさ、帰ってお金はもらえなかったと言うさ。がっかりしたな、みんな僕たちを見てたぜ。まあなんだな、出されたものは食べなかったしさ。さあこれちょっと分かりにくいんですが、どうしようって仕方がないさって言ってるのも実はこれ兄貴なんですよ、ね、でがっかりしたな、この防線節は当然兄の心情は何ですかって言うんだから、防線節のところも兄貴が言ってるはずなんです。要するにこれ自分で、お兄ちゃんは自分で自分に向かって言ってるんです。弟に向かって言ったりするんじゃないんですよ。これはつまり意識の方向っていうんです。弟に意識を向けて弟に何かを言ってるんじゃないんです。自分自身に意識を向けて自分自身に言い聞かせてるんです。なので選択肢見てみましょう。一番は兄としての立場を回復しようとしてるってことは、これ弟に向けて意識を向けてるってことですよね。弟へ、ね、だからまずこれ違うんだよ。自分自身に意識を向けて自分に言い聞かせてるんだよ、ね、なので、2番を見るとここも弟に確認しようとしてる、だから弟に向けてます。違います。3番、これ自分を支えようとしてる、これ自分に向けてます、ね、自分自身に、自分へ、ね、これ良さそうだね。2番、3番ね。で4番見ると弟の手前負け惜しみを言っている。弟に向けて負け惜しみを言うってことは弟に意識を向けて弟に言ってるんです。違います。で5番は、酒場の主人への当てつけということは、これ、酒場の主人に向けて当てつけを言ってる、だから意識は、主人に向かって言ってるね。主人へと、これもちょっと違うよねと。なので実は、3番ね、屈辱感に打ちひしがれながらも桃に手を出さず毅然とした態度を取れたと思うことで、ね、自分自身どうしようどうしようって言っても仕方ないよ、もらえなかったっていうさ、ね、桃食べなかったしな、まあいいかっていうふうに自分に向けて言ってるんです、ね、これが意識の方向ってやつです。なので、自分に向けて言っている3番が正解ということでした。